こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、酒粕ネギ豚汁というものをご紹介したいと思います。私個人的にも酒粕大好きで、今まで酒粕が好きっていう動画もご紹介しててですね、そこでは酒粕のご紹介とか、とっても簡単な酒粕の食べ方ご紹介しています。で、今回はですね、それを豚汁に合わせて、ちょっと酒粕苦手だなっていう方でも食べやすい、冬にすっごく体が温まるですね、豚汁になります。ネギをたっぷり2本使って、作っていきますので、ぜひですね、この冬試してみていただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まず豚バラ薄切り肉、そしてネギですね、今回長ネギまるっと2本使っていきます。そして生姜、ごま油、だし汁、酒粕、そしてお味噌になります。酒粕ですね、今回こうバラバラしているバラ粕というものを使ってるんですけれども、これこのままだと溶けづらくて硬いので、水をかけてですね、少し電子レンジで柔らかくします。こういうバラ粕とか、あと板状になって売ってる板粕の場合もちょっとちぎってですね、このように同じ処理をしてください。練り粕と言われる柔らかい酒粕の場合はこれは必要ありません。水をかけます。で、ふんわりとラップをかけて電子レンジ600ワットで40秒ほど加熱します。はい、加熱できました。ちょっとラップ取ってみますね。加熱するとですね、ちょっと柔らかくなりますので、これでですね、溶けやすくなります。ぜひ酒粕ってちょっと溶けづらくて使いにくいなっていう方、ぜひこれやってみてください。ペースト状になれば OK です。では野菜を切っていきます。まずネギですね。ネギは斜め薄切りにします。今回はですね、青いところも美味しいので食べていきたいと思います。こちらも同じように薄切りにします。次は生姜ですね。生姜は千切りにしていきます。皮はですね、ちょっと茶色いところとか、硬いところだけ切り取って、あとはそのまま使っていただいていいかと思います。お好みで皮むいていただいても構いません。そして豚肉はですね、5センチ幅に切っていきます。はい、では加熱していきます。鍋にですね、ごま油を入れて中火で熱します。はい、温まったらですね、生姜、そしてネギを入れて炒めます。先にですね、野菜炒めておくと、お肉を後で入れた時にくっつきづらいです。はい、だいぶネギがしんなりとしてきました。そしたらですね、ここにお肉入れていきます。はい、豚肉の色が変わりました。もうすでに炒め物として美味しそうですけれども、ここにですね、お出汁、そして酒粕も加えます。こちらでですね、煮立つまで待ちます。酒粕を溶かすようにしていきます。はい、煮立ったらですね、このまま 3、4分加熱します。はい、そしたらですね、時間になりました。火を弱めてお味噌を入れていきます。味噌が溶けたら全体を混ぜ合わせて出来上がりになります。とろっとしてとっても美味しそうです。器に盛っていきます。
あとはお好みですけれども、七味を振ってこちらで出来上がりになります。はい、では酒粕ネギ豚汁いただいてみたいと思います。いただきます。美味しそう、すっごい温まりそうです。いい香り、酒粕のいい香りがします。じゃあまずお汁から。とろーりとして温まります。おいしい。最初に炒めたネギの旨味と豚肉のコクがですね、汁に入っていてとっても美味しいです。で、生姜の香りもすごくするので体がポカポカ温まります。この酒粕のとろっとした感じと旨味がですね、もうすごく体の中に染み渡る感じです。うん、美味しい。じゃあ今回ね、ネギ2本使っていて豚肉も入っているのでとっても具沢山なんです。食べ応えのある豚汁になってるかと思います。いただきます。ネギもトロトロです。この時期のネギってすごくとろっと甘くて美味しいので、ぜひたっぷり食べていただきたいと思います。私粕汁すごく好きなんで、今までもですね鮭の粕汁ご紹介しています。酒粕好きの方はですね、ぜひそちらも合わせて楽しんでいただけたらと思います。で、ちょっと酒粕の風味苦手だわっていう方はですね、この豚汁であれば、豚肉のですね旨味が酒粕を食べやすくしてくれますので、こちらはおすすめかなと思います。ぜひですね、酒粕を使った酒粕ネギ豚汁、この寒い日に試してみていただけたら嬉しいです。あ、そうそう、酒粕は私発酵が好きシリーズで酒粕が好きっていうのをやってます。で、酒粕の美味しい食べ方だったり酒粕のご紹介もいろいろしてるので、よければそちらも合わせて見ていただけたらと思います。これからもですね、酒粕のような発酵食品だったり季節に合った料理いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。